綺麗に見えるシートでも実はめちゃめちゃ汚れてます。シート全体に洗剤でブラシを使ってゴシゴシシートの中の汚れが外に出てきました。このシートに座ってたかと思うと少しゾッとします。次は高圧洗浄機で表面の汚れを 完全に落とします。シート内部のクッションも汚れてるので念入りに洗浄します。しっかり泡がなくなるまで洗浄していきます。これを適当にすると乾いた後にシミが残ります。 今回は十分ほど洗浄をして表面は完了しました。もちろん裏側もしっかり洗浄していきます。普通はこれで乾かせば完了ですがもう一つ作業します。シート内部の汚れをさらに機械で吸い出します。映像では見えにくいですが茶色の水が吸い出されてます。 シートを外さず洗浄はできますが、この方がより綺麗に洗浄できます。座面と背面、もちろん頭と裏面も吸い取ります。吸い取った汚れはタンクに溜まった水で確認してください。洗浄機で洗浄してもこれだけの汚れがまだ残っています。経験上、ほとんどのシートはこれぐらい汚れています。 ご視聴ありがとうございました。